皆さんこんにちは。沖縄平和トーキング第4金曜日は10時から11時まで、パーソナリティは与那覇恵子でお送りしております。今日は、収録放送でお送りしたいと思います。今日のゲストはですね、中松正人さん、弁護士の中松正人さん、それから北谷町議町議員の玉那覇秀子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日の焦点はいよいよですね、実施される、9月から実施ということになってますけれども、通称土地規制法、それにですね焦点を当ててお二人にはお話を伺っていきたいと思います。まずその前にですね、自己紹介をそれぞれお願いしてよろしいでしょうか。はい、弁護士をしてます中松です。弁護士になってからしばらくっていうか、名古屋と岐阜でやってたんですけども、6年前に、両親の世話もあって沖縄に戻ってきて、で、今年か、じゃない、去年ですね、去年の3月から土地規制法の問題について、深く関わるようになりました。簡単ですけどもそういうことです。はい、はい、お父様は沖縄では有名な政治家で有名かどうかは分かりませんけれども、瀬長亀次郎さんと一緒に、活動をやってた政治家でした。中松、はい、陽然と言います。陽然さん、はい、もう90歳代でも90、もう2年前に92で亡くなりまして、はい、はい、はい、それでは玉那覇さんお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。北谷町の議員であります玉那覇秀子と申します。よろしくお願いします。今議員生活は4期。あ、4期長いですよね。長いかどうか、このまた9月に改選があって5期目チャレンジすることになっています。議会では今、経済公務常任会をしてまして委員長しておりますけれども、その中でやっぱり今回のこの土地規制法廃止を求める沖縄県民有志の会っていうのを、なんとなくというか皆さんと共にね立ち上げてやっていたというような形です。はい、よろしくお願いいたします。はい、土地規制法なんですけれども、可決されたのが昨年2021年の5月28日ということでですね、その可決前から反対の声を上げておられた中松正人さんにお聞きしたいんですけれども、この法律はどういう法律で、どのような問題を持っているんでしょうか。一応ですね、これは自衛隊や米軍の基地の周辺、あるいは、海上保安庁の施設の周辺などの、その重要な安全保障上の重要な施設の周りの地域、区域の土地の利用あるいは建物利用について、調査をして規制をすると、こういうことで、出てきたんですけども、安全保障上脅威があってはいけないということで出てきたわけですけども、そもそもそういう法律を作るだけの理由がないということが国会で明らかになりましたし、この法律はその利用の規制という名目でですね、周辺住民のその失踪にまで及ぶ調査をができるようにすると、で、継続的に国民を監視すると、で、その安全保障上その阻害行為をしそうな人については規制をするとということで、その思想良心の自由や表現の自由あるいは政治活動などのそういう自由をその侵害するというね、非常にその重大な憲法違反の法律だというふうに思ってます。沖縄の関係で言いますと、その重要施設の周りだけではなくて国境離島も対象にするということですけども、今沖縄はですね、宮古八重山でミサイル基地が作られていますし、それからうるま市にも作ると、それから辺野古の新基地を作るということで、その要塞化が進んでいますけれども、それに対する反対運動が大きく盛り上がっていますし、それから宜野湾や北谷などでその、PFOS などのね流出でその環境汚染があって、基地に対する監視を強めるという中で、そういう政府にとって不都合なねその運動をその抑圧していくという目的があってこの法律ができたということで、その戦争をするための国づくりの
一環だというふうに考えています、うんうんうん、非常に危険な法律だというふうに考えています、はい、戦前もこういうような法律なんですか？そうですね、戦前はその軍機保護法という法律でその軍事機密を、はい、外に出さないだとか、はい、それから要塞地帯法ということで、その要塞地帯に指定されると見てもいけないと、スケッチしてもいけないと、そういう法律があったわけですが、はい、そのドローン規制法という基地の状況、ドローンの飛行制限をするということで、辺野古の新基地の工事が上空から見れなくなったということがあるんですが、そのドローン規制法と相まって、この土地規制法はその基地の中を見せないということで、軍機保護法やその要塞地帯法と共通する性格があるというふうに考えています。それからその土地規制法はさっき言ったように思想心情に及ぶ調査までやるということで、そういう意味では治安異常にね、も共通するような性格を持っているというふうに考えています。本当に戦争前に準備されるべきような法律が、もう着々とね、共謀罪だとか、特定秘密保護法だとか、戦争法制だとか、戦争できる国づくりを進めていますけれども、それをまた一歩進めるね、そういう法律というふうに考えています。もう沖縄米軍基地とか自衛隊とか、自衛隊基地、はい、もう本当に囲まれてますから、はい、沖縄も全体が対象となると。そうです、沖縄も全体が対象になる可能性ありますね。先ほどちょっと言わし忘れましたけれども、その基地周辺 の、 その、区域内の住民だけではなくて、その人との関係者、その他の関係者という言葉が法律で出てくるんですが、区域内に住んでいなくてもその関係者であれば調査監視の対象になるということでね、沖縄はもう全域が、沖縄住民は全員がね、監視対象になってもおかしくないと、こういう危険な法律だというふうに考えています。先ほど国境離島というふうな名前の呼び名が出てきましたが、はいはい、それは、はい、要するに、国境、日本は領海、島国ですのでね、領土があるんだけど、そこからその、海岸線から十二海里が領海というふうになっているんですが、そういう意味ではその国境というかね、領海を隠しているあの基準になっている離島がいっぱいあるんですね、うん、沖縄もそういう意味では全部が国境離島ですけども、うん、はい、そういう意味でその重要施設の周辺だけではなくて国境離島まで含めるということで、今先ほども言いましたが、琉球湖ね、馬毛島から始まって与那国まで、はい、ずっとその自衛隊の基地が強化されたり米軍基地が強化されたりしてるので、そのわざわざ国境離島っていうのを入れたのは、そういうその今の南西諸島 の、 その要塞化に非常に関わってるというふうに考えています。はい、玉永秀子さんは北谷町議会で県内でいち早くこの法律に反対決議をしたわけなんですけれども、その点について少しお話しいただけますでしょうか。まあ、今いち早く私がというような感じでしたけど、そうではなくて、北谷町では6月テレビ会の時に、ある一人の議員が提案をしていったんですけれども、その時私はですね、まず意見書だけの提出で中身がちゃんと精査されてないということで、その時はもっと精査する必要があるということで、賛成にはなってないんですね。でその後というか、その頃から規制法をね、どうにかしないといけないということで立ち上げたこの皆さんとの勉強会を経て、しっかりと精査して次の議会に提出しようというのが私たち与党議員団のお話だったんですね。ですので、いち早く決議はしましたけれども、その決議の下での活動っていうのはしてなくて、その後ですね、ちゃんと重要周辺のこの東京離島等に関する土地等の調査および利用の規制等に関する法律を即廃止しなさいというのと、パブコメをしっかりやらないといけないからそれを要求するということと、またこの法案の第7条の第22号、個人情報を提供するのはやめてくれという、そういう強制はしてほしくないというものと、それから個人もですね、第8条、報告や資料の提供を強要しないことということを盛り込んで、次の議会に提出したということです。ですので、最初 の、 第一声ではありましたけど、それには賛成はしてなかったという立場です。ただあれですよね、
土地規制法廃止を求める沖縄県民有志の会として、ね、私も含めて、はい、玉名さん中心になってですね、1年間取り組んできましたよね。はい、ただ取り組んではきましたけど、やはりまだまだ一般の人に知られていないという感じはありますけれども、その点についてどうでしょうか。はい、そのことについて私たちもやっぱり危惧していて、うん、各議会ですね、うん、これは各議会に陳情を出して、やってもらった方がいいんじゃないかというような取り組みの中で、全体に各市町村41市町村に陳情を提出してくださいということの呼びかけをしてきたということはありますけれども、それでもなかなか理解が得られないということで、採決まで行った箇所というのがまだそんなに多くはなかったですね。はい、でもその中でも各議会においてしっかり陳情を上げて勉強会をやっていただくという取り組みをしましたので、それは少しずつ広がってはきたんじゃないかなという気がしますね。市議とか市議、町議、そういうところを対象として学習会を1年間やってきたということはありますね。で、その時に中松雅人弁護士の方は講師としてですね、あちこち出かけられたと思いますけれども、どうでしたか、この反応の方は。はい、まあ、議員さんに対する勉強会は私はもう1箇所だけ、日程が合わなくて一箇所だけだったんですけども、それ以外に市民の方をね対象の勉強会をいくつかやってきました。実は神戸、それから、兵庫とそれから京都と滋賀の弁護士会からも呼ばれて、行ったりもしていますし、宮古や石垣でも勉強会しましたが、とにかく勉強会をすればですね、この法律のその危険性、ということが非常にその伝わるので、皆さん本当に危機感を持って、何とかしないといけないというふうに感じてくれるというかね、考えてくれて広げないといけないなという話になるので、やっぱりその勉強して知るということは大事だなというふうに思ってます。県議会の議員さん含めてもっと勉強してもらいたいなということでは、私たちのその有志の会ですよね、今後もちょっと運動を、強めていく必要があるかなというふうに思っていますけどね。そうですね、まずは政治に携わっている沖縄の、ね、市議、町議の方々から学習会をしていただいて、それから市民の方々へというふうに考えてきたわけなんですけれども、まあ、沖縄が対象ということでは、沖縄の人たちが本当にこの土地規制法の危険性については知っておかなければいけないですよね。それも9月から実施されるということなので、本当にどういう法律なのか、でこれからどういうことが自分たちを待ち受けているのかということですよね。で、一応この宣伝もちょっとしていきたいんですけれども、見えますでしょうか。ちょっとわかります。はい、どうぞお願いいたします。はい、23日土曜日2時から八潮荘で、こちらにいらっしゃいます中松雅人弁護士、それから谷山博さん、お二人をですね講師に迎えまして、土地規制法のですね学習会を行っていきたいと思います。皆様、2時から4時半ですね、すみません、2時から4時半に延長しました。2時から4時半八潮荘にぜひお越しください。はい、今谷山さんのお話が出たんですけど、はい、いいですか。この土地規制法、私たちこの県民有志の会は、谷山さんがそのプロジェクトをいっぱい持ってね、そうですね、もう非常に大きな、ね、はい、力になりましたね。その中で、私たちのこの陳情に対して、意見書に対して賛同していただく皆さんが、団体、個人含めてですけれども、128名の個人団体が、128団体ですか。はい、そうです。はい、の皆さんが賛同していただいて一緒に活動をしているというような状況もありますね。これはもう谷山さんが、働きは大きいです ね、 そうですね、128団体ですよね。そうです、そうです。はい、谷山博さんの方はあれですよね、国際、ボランティア、ボランティアセンターの、今は事務
顧問、今は元理事でしたね、はいはい、でアフガニスタンにも4年間行ったんですね、はい、あの市民活動、平和活動をずっとやってこられた方ですので、あの今回の23日土曜日の方でもあのいろいろ学ぶべきことはたくさんあるかと思います。はい、で9月と言いますと、ね、9月何日という具体的な具体的なあの日にちまでは正式に発表はしてないですけども、はい、あの去年、内閣の準備室が、あの私たちのその運動に対して、示したスケジュール案がですね、うん、その6月1日に一部施行、9月1日に全面施行というスケジュール案だったんです、うん、法律の規定からすると、6月の23日までに一部施行、9月の23日までに全面施行であればいいんだけども、はい、スケジュールが1日からそれぞれなっていて、はい、であの実際に全あの一部施行されたのが6月1日なので、うん、そういう意味では9月1日から全面施行するのかなというふうに思ってます。うんうん、なんかどのような施設周辺の住民が規制の対象となって、うん、どのような行為が、うん、この施設の機能を阻害する行為とされるのかというのが、うん、全て曖昧な行為ということが非常に問題でしたよ ね、最初にあのご紹介するのをあの、向けてましたけれども、はい、あのこの法律はですね、中身 そのほとんどをその内閣総理大臣が決めると、あるいはそのあの法律には規定しないで政令で決めると、ということでそのスカスカの法律なんですね。その、この法律でその機能阻害行為をすると処罰されるわけだけども、その刑罰法規には罪刑法定主義という重大な原則がありまして、事前にどういうあのことをやるとどれだけの処罰を受けるかということが分かっていないと国民 その、予見可能性を保障できないということで、大事なその近代刑罰法の大事な原則なんですけども、そういう意味でも何をすれば阻害行為になって、処罰されるか分からない、それもその、あの今度基本方針の話次になりますけど、基本方針読んでも分からないと、実際に勧告を受けないと分からない、実際の私の考えでは勧告を受けても本当のところは分からないという、そういうスカスカの法律なんですね。非常に危険で、その、どういうその区域を指定するのか、指定の基準をどうするのか、どういう内容を調査するのか、どういう方法で調査するのか、そういうものも全て内閣総理大臣が決めていくということで、もうとてもその法律の体をなしてないという、あの非常にあの問題のある法律、うん、はい、そういう意味では、あの会見で自民党が狙って、うん、自民党が狙っています、うん、緊急事態、はいはいはい、あの事項ですか、はいはいはい、緊急事態条項ですね、はい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 、それの先取りになりかねないですよね。そういうこともなりかねないですよね、はい、うん、そうしますと、あの例えば PFAS 反対という、うん、はいはい、このですね、はいはい、プラカードを上げて基地周辺に集まったりしても、はいはいはい、あるいは基地あの戦争反対っていうプラカードで集まっているだけで、はいはい、あのまあね、さすがにそれであの処罰しますということを言うと大問題になるので、国会でも政府はそういうことは言っていませんけれども、まあ、今は言いません、言ってませんけれども、僕らはあのそういうあの今後その、拡大解釈されていけばその可能性十分あるというふうに思っていますし、そのまああの一つ言いたいのは、その政府もその継続的で、うん、その平穏でないものはあの対象になりませんと言ってるので、うん、継続的だとか、うん、平穏でなければ対象にするということなんですよね、うん、しかもその継続的か平穏かどうかっていうのは、うん、あの決める側が決めることなの で、そうですよね、何をやれば平穏なのか、何をやれば継続的でないのかっていうのは分からないということで、非常にその、内閣総理大臣だけの法律というかね、そういう危険な法律だというふうに考えています。なんか恣意的に、はい、あの運用される可能性が高いですね。そうですね、国会 その統制が効かないですよね、うんうん、はい、であのしかもあの私あの那覇軍港の方で、うんうんうん、あのいろいろ訓練してる時に見たんですけれども、ね、はいはい、あの平和団体の市民に、うん、あの紛争して化けた米兵に対して、はいはい、同じ米兵が、はいはい、あの 銃を、ね、突きつけて取り締まるというような、はいはい、あの練習をしてたわけですよ、はいはい、訓練をしてた、はいはい、あれなんかまさにこれ、はい、機能阻害行為を取り締まる行為にしか見えなかったんですよ。あれはその那覇軍港では米軍がやりましたけど、実は自衛隊もそれをやっていましてね、はいはい、であの問題、去年の問題になる、あ、今年か問題になって、その要するに、その反基地闘争をその鎮圧の対象するという教科書の
教育の内容になっているのが、うん、そのね、国会で問題となって暴徒化された、デモでしたか、うん、そういうふうに言い直したということがありましたけれども、うん、自衛隊も実際にねそういうその米軍が去年名軍港でやったような訓練をやっているので、うん、要するにその、そういうあの軍隊というのが、反基地、闘争や反軍活動についてあの弾圧をしているという性格だと思っているので、この法律はそういうことに拡大されていく可能性があるというふうに思っています。本当にあの今後 の, その活動を縛っていく。いですね、うん、でしかもあの沖縄の反戦デモって暴徒化したことないですよね。そうあまりにも大人しすぎて、うん、あの海外の友人たちからあれ本当にデモかと言われるくらいなんですよ。例えばあのフェンスにリボンを結びつけてですね、これで反対の意を表すとかですね、みんなで基地を取り手を組んで取り囲むとかですね、本当に笑われちゃったんですよ。イギリスの友人が、なんかヨーロッパだったらペンチで鎖を切って中になだれ込むんだよみたいな話をしててですね、そういう意味では沖縄の平和運動って本当にあのノンバイオレンス、非暴力でですね、声を張り上げるくらいがですね、せいぜいというような運動の中でどういう設定で取り締まっていくのかって本当に怖いものがありますね。そういう私たちをどういう名目でですね、取り締まっていくのかと。ね、で、それ言うとあの宮城さん、宮城の、はい、その方が長研究のね、その方が要するにこの基地の前にね、フェンスの前に、あのその山で寄ったいろんな、米軍のゴミですよね。ゴミをそこに並べただけで検挙されましたよね。それちゃんとね、ゴミは片付けてくださいと置いたものだけで、そうです。もうそれこそがこういうことが起こりかねないんですよね。私もその宮城さんの弁護が入ってますけども、うんうん、あの土地規制法のね、先取りの性格が非常に強いというふうに考えています。そんなことしかも本来ならね、もうね、思い言わさず検挙してしまうよっていうような形ですのでね。これは本当にあの当然のことですね。環境を汚染しているので、せめて片付けてくださいって言って、彼女が拾ってそれを米軍基地の前に置いただけで、それだけで取り締まられる。これが怖いですね。どう怖いになるのっていうところですよね。全く怖い話。去年 の, あの、ね、国会ではその、自民党の、名前ちょっと忘れました女性議員が、うん、その辺野古の新基地のね、あの抗議活動してる人の弁当のゴミが、うん、その飛ぶのも取り締まれというふうな、あの弁当の殻が風で飛んで基地内に入ったら、それも阻害行為になると、それも取り締まるように言ってましたね。手を振ってましたのでね、あのそういうことを考えている人たちがいるんだというふうに思いますよね。うん、昨今のですね、この言論のレベルの低さといいますか、うん、驚くべきね、あの本当驚かされますよね。うん、そういうことを平気で言っていると、しかしながら言うだけでなくて本当にこれ実施されるような危険性までありますね、最近のこの動きとしては。ですから、まさにあの情報の提供を強要するという自治体に、ね、やるということ自体がこれをあの盛り込まれているわけですので、もう本当に怖いですよ。もう国民を監視する、情報とその集約とかね、管理とかね、そういうものについて中央集権化をどんどん進めていって、その自治体のそのね、地方自治体のその独立性認めないみたいなね、そういう構造にもなってますよね。沖縄はあの結構ゆるゆるな社会で、あまりね、他人に対してこうしろああしろというような社会ではないんですけども、なんかお互いがですね、お互いを監視していくような、監視社会になっていくような気がしますね。この法律のですね、情報の集め方は、まず内閣総理大臣が関係行政機関に情報を出せということで、まずそこをやるんですね。それ以外にその土地の利用者所有者、建物の利用者所有者やその他の関係者に対して必要な情報を出せということをその命ずる規定があるんですね。それに違反すると処罰されるということで命ずる規定になっているんですけども、でしかもですね、政府はその、その他 の, かあのそういう情報収集の提供の窓口も作ると、今度の基本方針も入ってますけども、そうやってその密告を奨励してね、疑心暗鬼にさせてね、ということで、そういう意味でも運動に対するその萎縮や分断がね、
出てくるんじゃないかなというふうに非常に危惧されますよね。沖縄のシャリバ朝礼的なね、そうそうそう、仲間意識も崩れていきますよ ね、この中では。そうですよね、うん、昔 の沖縄のこのスパイがいるんじゃないかみたいなね、出せみたいな、そう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 、怖いですね、全部監視してそれぞれに監視して両方 ね提供していくという形で、あとは あれですね、土地を持ってる方の土地の所有権っていうのももうなくなるようなものですよね、はい、要するに自分の判断で土地を売買することもできません、できなくなりませんか。いや、まあ、そこまではね、そこまで規制はしてないんですけども、はい、要するに利用の規制ということで、そうすると、その自分が意図した利用ができなければ、この土や建物を持っている意味がないということになると、内閣総理大臣に買い取ってほしいというね、そういうことの規定がある。あるいは、そういう買い取りの申し出がなくても、内閣総理大臣は買い取りに努めるという規定があって、だからそういう意味からすると、その安全保障に異を唱えるような人たちは出ていけということに使える。国有化されるということですか、土地が国有化になっていくて、まあ国有化を含めてですね、実はその土地収容法というのは戦前からあって、戦前はその軍用地のための土地収容が認められていたんですが、憲法が新しくなって、平和憲法になって軍事がなくなったということで、それはその削られたんですね、軍用のための収容が、だけどこ の土地規制法はそういう意味で、事実上のね、その軍用地の土地収容が復活するという形も持っているというふうに考えています。そういう意味ではこれは憲法違反の法律になりませんか。いや、私もこんな憲法違反の法律はこんなのできること自体が問題だと、もっときちんとね議論しないと、だいたい去年のその国会衆参合わせて26時間しか議論してなくて、そうですよね、この短い法律ですけども、全部の条文について議論できないまま可決されてるんですよね。最近そういうこと多いですね。多いですね。多いですね。もう一括でバーッと通そうというね、細かな議論を一切しないという。そうしますと、もう会見前に憲法がもうすでにないがしろにされている状態が、実質的にはね、そういう崩されている状況があって、それにならされていって、で会見がスッといくような、そんな非常に危険な状態になってきてるなというふうに思ってますけどね。なんか私たちも日々の暮らししてたらですね、それにもう追われちゃって、そうそうそう、あれおかしいなと思っても、そうそうそう、いちいち声を上げるってことをしなくなってるんですよね。そう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 、日々の生活を追われること自体が政治の責任なんだけど、そうですね、本当ですね。いやいや、本当に最近怖いなと思ってます。ということで、まあ、1年ぐらい前からですね、土地規制法廃止を求める沖縄県民有志の会ということでですね、立ち上げまして活動はしてきたわけですけど、まあ、私たち3名ともそのメンバーではあるわけなんですけれども、玉田さんはこう振り返ってみてどのように感じられますか、この運動の。そうですね、はい、なんかね、今先生からもお話があったんですけども、なかなかこの議会の中で勉強会も広がっていかなかったという非常に反省もあるんですけれども、その前にですね、まあ、県議会、市町村、各市町村もそうなんですけれども、やっぱり勉強会するにもまだ皆さんの個人個人の意識がまだ高まっていないっていうのがあるんですね。どうしても、そういう形でただまあこの法律が決まっていくっていうだけでも、決まったんであればもうしょうがないじゃないのっていうのが野党というか自民系の皆さんのお話なんですね。だからそこをもう少し詰めてしっかりとこの内容ですね、突き解いて皆さんにも勉強会を重ねていかないと、なかなか広がりが見えないっていうところですよね。本来なら沖縄の私たちの権利に関わることですから、捕獲を超えてですね、運動して抵抗していかなければ、抵抗っていうかですね、反対していかなければならないような法律なんですけども、まず町議とか町議の方とか市議の方たちがさえも難しいということで分かっていられない、おられないということがありましたね。まず国会でもたった何十時間、26時間ですよね、はい、そこだけの審議の中で
やっているわけですから、これが末端までこの地方までですね、それが内容が浸透してたといったかというと、うん、もう全くそれはないと思うんですね。ですね、うん、だからそれはもう国の責任ですよね、大きくは、ね、あると思うんですね。説明責任が果たされてないんだと思います。全く果たされてないと思います、はい、それをまたキャッチするというこの県議会であったり、うん、それもまた大事だったと思うんですけども、うん、その内容がなかなか知らしめていなかったということはもう大きく反省するところですよね。そうですね、うん、さっきも言いましたけれども、内閣総理大臣の情報収集は最初にその関係行政機関や関係地方公共団体からの情報収集から始まるんですね、うん、そういう意味ではその地方自治体はいろんな個人情報、住民の個人情報を持っているので、どこまで吸い上げられるのか、うん、ということについて非常に当事者になってくるので、うん、そういう意味では地方議会 の、 その議員さんたちもその身近な問題としてね、考えていってもらう必要があるというふうに、ね、うん、思いますね、はい、特にやっぱり沖縄も全てがこの規制の範囲に、ね、なってしまう、はいはい、可能性ありますもんね。可能性があるわけなので、はい、茶壇なんか もうそうですよ、種の口を、うん、そうそう、もう茶壇町は全域、はい、区域指定されます、区域指定されると思うんですね、はい、だからそういう意味ではとても危機感を持つわけなんですけれども、はい、逆に内側、基地の内側、フェンスの内側の土地、うん、そこに建物を建てられないようにするとかで、自分たち の、 その財産をね、守ってもらえるんだというような、自民系の皆さんはそういう誤解をした報道もまたしているわけなんですね。これは本で自分たちがそういう誤解をしてるわけですか。そうです、そういうふうにして、もともとね、そうそう、もともとね、その外国資本が基地周辺の土地を買うので問題だというところから、その言い出したんですよ。ところがそれはほとんどなかった。そういう事例はない、ゼロですよ。事例はゼロということを認めましたよね、今回で。はいはいはい、はい、それは伝わってないと。伝わってないです ね、 ですね。この法律できた後も、例えば日経新聞でもそういう法律ができたんだという報道をしてましたしね、うん、あ、こういうような外国の、そうそうそう、外国資本規制という、これをメディアがですか、未だに。そうそう、日経新聞そういう報道してました、去年の8月にね、だから全てやっぱり国会の中で、うん、法律が定められやすいようにというか、そうそう、もう全部全部この何て言うんですかね、そういう操作されてね、はい、操作されて、そうなんですよ、うん、ある意味騙しじゃないですか。騙しです、ね、この法律はね、その、最初報道され始めた時には土地の規制ということから報道始まったので、うん、実際そういう法律の内容になるんですけども、土地の取引にね、非常に影響が出てくる、うん、これは国会でもその議論になっているんだけど、その政府がそれはそうなり、なるということが認めた上で、うん、それの損失保証はしませんという答弁してるんですね。だからその不動産取引に影響するし、それからその自治体 の、 その都市計画にも影響するし、うん、不動産の価格が下がるとその税収にも影響するし、ね、うん、そういう意味で地方自治も非常に影響するし、不動産業者にとってもその大事な法律だと思うんだけど、そういう観点でもいわゆる保守の人たちもこの法律について実際どうなのかということを考えてもらうとありがたいなと思うんですよね。そうですね、うん、土地所有者にとっては財産権がね、うん、そう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 、もう脅かされてるってことですよね。で、沖縄県にとっても、うん、いろいろな意味で負の影響があるということですよね。経済的な影響は負の影響出てくると思いますよ。これ本当にまさにですね、捕獲を超えてですね、問題にしなければいけない法律なんですよね。だからそういう意味では農業沖縄戦、うん、後の宝の会も、うん、沖縄が戦場になるというふうに、うん、アナウンスされました、うん、この日米軍のですね、うん、アナウンスに関して絶対に沖縄を戦場にさせまいというような、うん、ことで動いているわけなんですけども、うん、私たちこの団体としましても、これはもう捕獲を超えて沖縄の人ならみんな集結できるだろうと思っていました。ですけど蓋を開けてみるとそうではないんですね。だからそこら辺のですね、沖縄の私たち全員に負の影響がある、全員がダメージを受けることであるのに対してギャップがあるということ、もうみんなが一致してね、まとまることができないということの、これは何て言うんですか、問題も大きいなと最近思います ね、 うね、これどういうことなんだろうと思いますよ、
まあ、それこそ先ほど言われたね、はい、日々の生活に追われるというのが一番あると思うんですけど、ということはやっぱり理解が不足しているということですね。そうですね、そう思いますね。分からないからついていけないっていうのが、ほとんどあの国の中でいろんな情報が操作され、うん、あの国民には本当に真実が本当に伝えられているのかなって、うんね、思いますよね。まあ、あの辺野古のきちんとでもね、うん、国が決めたことだからもうダメだとかね、そういうふうなその、あの見方というか諦めもあるわけでしょ。だからそこを変えていかないと、その国と地方自治体は本来対等平等のはずなのに、法律できたからもうあの何言ってもダメなんだとかね、そんなことはないと思うので、そういう意味でもあの地方自治体の立場としてね、議員さんたちも考えてもらうといいなというふうに思いますよね。なんかあの 9.11 以降ですね、うん、米国がもうあの、まあ、変質してしまって、うん、国がですね、うん、だんだん崩壊していったというようなコメントを聞いたことがあるんですけど、うん、それと連動して日本という国の劣化もかなりここ10年で、うん、まあ、あのはっきり言えば安倍政権下で進みましたよね、うん、そういう意味では安倍政権が目的としました戦争のできる国っていうのが、うん、もう作られてしまったということはありますね、うん、そういう意味ではこの土地規制法がその総仕上げの段階に入っていると、うん、入ってきてると思いますね、はい、そういうに対する危機感は私はすごいですね、うん、本当にため息が出ますけれども出ますけれども、あのね、沖縄の未来を背負っている子どもたちのためにも、はいはい、もう私たちがどうにか頑張らなければ、はい、どういうことができるのかと、はい、今後のですね取り組みとしてですね、はい、どういうことができるというふうにお考えでしょうか。私からでいいですか。はい、先ほどもちょっとスケジュールの話出ましたけども、うん、9月1日に全面施行になるんですが、うん、実はあのつい最近報道にあったように、うん、あの基本方針案っていうのを、うん、作ってそれをそろそろ公表する段階になってですね、うん、この基本方針、あの本来法律で決めるべきことを基本方針で決めていくと、中で何を決めるかというと、そのどういうあの基準で、区域指定をするのかだとか、うん、どういう調査をどういう方法でやるのかだとか、それから阻害行為というのはどういうものになるのかだとか、うん、そういう非常に大事なことについて基本方針で決めると、うんうん、いうことですね。基本方針というのは内閣総理大臣が提案して、うん、内閣で閣議決定して決まるというそういうことなんですけども、それがあの、この7月下旬に公表されて、7月の下旬ですね。まだあの具体的な日はまだ決まって、あの報道決まってないみたいですが、7月の下旬に、公表されて1ヶ月ぐらいの期間であのパブリックコメントね、うん、これをあのやると。いうことになっていて、それを踏まえて基本方針案を最終確定して閣議決定するというこういう動きになってくるんですけれども、うん、私たちは今当面そのまず基本方針をどんだけ縛ることができるかと、うん、いうことは大事だと思っていて、うんうん、このパブリックコメントに多くの人たちがその、あの厳しい意見を挙げてもらいたいと、そういう運動をやっていきたいなと、うんうん、はい、このパブコメというパブリックコメントなんですけど、はい、ちょっと具体的にちょっとどういうものか、要するにあの国民 の, あの権利に関係するようなあの法律を作ったり政令を作ったりするときにはあの国民の意見を聞かないといけないと、こういうその法律がありまして、それに基づいてやるんですね。であの基本方針というのはあの直接国民に関係するあの政令とかなんとかではないので、本来法律上はあの絶対書けないといけないというものではないんですが、この間私たちはその政府と何回か交渉してきて、あの基本方針案はパブリックコメントに書けろという要求をしてきて、まあそういう意味では私の運動の成果一つ出たなというふうに思っているんですが、あのそういう案が公表されるので、それに対してこんなことしてもらったら困るだとか、これをやってくれないと困るだとか、そういう意見をいっぱい挙げていた、あの、いけば政府もそれはあの無視ができないということになるので、あの法律をとにかく使い勝手の悪い法律にして、こんな法律なくてもいいという状況にすれば廃案にもつながっていくので、廃止にもね、はいはい、そういう意味でもあの一時間の最初 の, あの運動になるかなというふうには考えています。
なんかあのパブコメで集まっても、うん、実際にそれがあの何ですか反映されなかったりがあって、はいはい、本当にパブコメって機能するのかという問題もありはするんですけど、はい、そうですね、あのまあそもそもね、大体政府はその国会での野党の議論だって無視して法律作るような ね、あの今度の選挙ではその野党の話なんか聞きませんっていう副大臣がいましたけれどもあの国会でも実際そういうこともあるんですが、あのでもあの官僚の人たちはそのそういう意見がいっぱい出てくるのは気にはします。で、あの一つの例で言うと、このあの法律があの国会に提出される前に内閣のあの準備室であの法案説明資料というのを作っていて、その阻害行為の第1番目にですね、その公所からの継続的な監視というのが阻害行為になるというふうにあったんですけども、私たちがその4回あの交渉する中でそんなのおかしいという話をあのしてきたんですね。で、今回あの出された基本方針案ではそれがなくなっているので、もちろん完全にそれは、ね、やめますということまで言ってないのでまだその、油断するあのことはできないんですが、一応それがなくなっているので、そういう意味ではやっぱりね、声を上げていく、国民が声を上げていくっていうのはそれなりのその影響があるので、パブリックコメントをやっても意味ないんじゃなくて、やればやっただけの意味は少しでもあるということでやっていきたいなというふうに。特にあの沖縄の私たちがですね、うん、この法律の対象になっているわけですから、私たちが声を上げないと誰が上げるんですかということですよね。そうなんですよ。あのね、やっぱり沖縄の運動は全国でも注目されるし、沖縄で声が上がれば全国でもなんだろうという話になるのでね、そうですね、ぜひ頑張っていきたいなと思いますね。他県っていうのは本当になんか平和ボケじゃないですけども、うん、あのこちらほどね、あの危険っていうものが差し迫っていないので、皆さん分からないですね。なかなか自分の問題ですね、実はそのさっき言ったように兵庫と、滋賀と京都でもお話ししたんですが、その時にそれぞれの県の自衛隊基地、米軍基地がどこにあって、周り1キロがどんだけの範囲になるという図面をドローンプロジェクトの、沖縄ドローンプロジェクトの奥間さんに作ってもらって、それを使ったんですが、そういう具体的なね、地図を見ると、あ、自分のところが地域に入、区域に入っているとかね、東京 の、 あの、調布なんかでもそういう、うん、あの運動を今やっていますので、うん、そうやってできるだけ自分の問題としてかんあの捉えてもらう工夫をしながら、そうですね、やっている必要あるかなと。やっぱり人ってやっぱり自分のことではないとどうしてもですね、一生懸命になれない部分はあるんですけれども、最終的に自分のところに回ってくるんですよね。そういうものっていうのは、そうそうそう、回ってくるんですよ。知らんうちに戦争に巻き込まれてね、そういうことなんですね、うん。で、あのこの国民の声を取り上げることっていうか、私たちが声を出していくことが本当に重要だなって思うんですけれども、先ほど の、 あの安倍氏の国葬に関してもですね、 あ、 のある、ね、あの自民党の政治家の方は、あの安倍氏の国葬に反対するっていうのは国民 の、 あの意思とはあの乖離してるみたいな発言がありましたけれども、逆にそれこそが私は乖離してるんじゃないかなと、勝手にですね、国葬っていうものを政府がもう勝手に決めちゃって、そうですね、これありきみたいなのは、ね、最近本当にあの国会での、あれが議論がないですからね。そうですね、本当に玉田さんどうでしょう。そうですね、今あのパブコメの話が出ましたけども、あの政府は当初はこれはやらないと言っていたんですね、うん。ところが、その谷山さんだったり中松先生のね、うん、やっぱりあの何回もこう交渉する中で、うん、あのそれも勝ち取っていますので、うん、ぜひともですね、私たちは、うん、もうこのパブコメまたあのコメントするにもやっぱり、一般市民にしてはあのどういう方法でやればいいのかがわからないと思うんですね。ですので、そこはあのこの法案を紐解いていただいて、あのどういう内容で、うん、どういう形でパブコメを皆さんがやればいいのかということをまた先生方にあのご苦労していただいて、 その案をやっぱり作っていただいてですね、はい、私たち も、 もう県民一人一人、もう議会もそうですけども、あの多くの人たちがそのパブコメントに参加して意見をしていくっていうことをまた広げていきたいなと思いますの で、 そ、 で、ね、はい、そこはもうぜひ先生またお願いしたいと思います。そう、基本試案があのやっと入手できたので、はい、分析始めたところです。で、そういう全面的なあの基本方針の解説もやりたいですし、そのパブリックコメントでこういうあの観点で意見出してほしいという、はい、あの文例なんかもね、作りながら、はい、あの拡散していきたいと、だから、ね、あの地方議会でもあの
そういうことを踏まえてやっていただきたいなというふうに思います。これは人数制限とかいうのはないんですか？ないです、ないです。できるだけ多くの、そう、できるだけ多くの、あの意見を出してもらうといいと思います。これまであのどれぐらい多くのタブコメっていうのがかつてあったんですかね？ちょっとそこまではちょっと詳しく分からないですけども、このタブコメって、時数も制限されてるんですか？いや、それはないです。ああ、時数もなく。ないです。私もまだ1回しか経験してないんですけど、突発問題の時にタブコメがあって、その時は出したんですけども、時数の制限はないです。例えばどういうことを、あの PFAS に関して PFAS に関しては、あの基準値を決めるっていうことだったんですけども、アメリカが70ナノグラムパーリッターですけども、これに関連してあの日本が50に定めるということだったんですね。はい、それはもうおかしいでしょうということで、はい、あのただ体重のこの差を、体格の差によって70ナノが日本の体格に合わせて50にしたっていうだけの話でしたので、これはあってはいけないので、これは確実にゼロにね、するべきだというような内容 の、 あの意見を出してあるんですね。そういうこともありますので、ぜひとも先生方にね、それをお力を貸していただいて、県に揃って、そうですね、はい、沖縄はいろいろや取り組むべき問題が満載ですけども、本当に頑張っていきましょう、はい、最後になるかと思いますけれども、中松さん、何か最後のアピールを、そうですね、あの今言ったように今当面 の、 あの重点的な活動は基本方針案に対するパブリックコメントをどんだけ広げていくかということだと思いますけれども、あの何回も言っているようにこの法律憲法違反ですし、戦争を準備するための法律ですし、国民監視の法律なので、そのいずれは、廃止してもらうとかということで、その廃止するためにはあの廃止できるだけの国会ができないといけないので、そういう意味ではあの粘り強くね、その各種の選挙も含めてこの問題やあの他の戦争する国づくりの法律を位置づけてやっていきたいですし、であのこれからちょっと日程がもしかしたら上がってくるかもしれない憲法 の、 あの改悪ですよね、9条に自衛隊明記するだとか、それも絶対阻止しないといけないので、その運動ともね、今度の参議院選挙で改憲派が3分の2以上を占めてますからね。そう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 、公明党もだんだんちょっと態度が変わりつつあるので、賛成の方も、なんか要するにそれを検討するみたいなね、そんな意見にちょっと変わりつつあるでしょう。だからちょっとあの本当に、今非常に危険な状態になっているので、その運動ともあのあの連動しながらあのやっていかないといけないし、課題はどん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 積み重なっていくんですけども、やっぱり粘り強くね、勝つまで諦めないというのが沖縄の精神ですので、ですね、やっていきたいなと思います。とにかくあの、まあ、今先生がおっしゃるように、今本当に沖縄もこの日本全体がそうですけども、あの右傾化してきて、もう本当に今すぐにでも戦争になってしまうんじゃないかというのがこの状況下ですのでね、やっぱり二度と沖縄の戦場にさせないっていう、この私たちの願いっていうのは、これも全てあの関連してくると思いますので、あの知事選もありますし、地方選もありますし、全ての選挙ですね、やっぱりあの勝ち取って、本当にあの戦争のが二度と起こらない、起こさせない、そのような運動をね、やっぱり同時に展開していかないといけないなと思いますので。一点だけすみません、はい、どうぞ。あの基本あの法律はですね、区域指定について関係行政機関と協議としか書いてないんですが、地方自治体にも関係するでしょうということで国会で問題になって、地方自治体とも話をしますという答弁したんですね。で今度の基本方針案にはその地方公共団体とも協議するということが出てきているので、今後そういう意味ではその区域指定されるときに地方公共団体の意見というのは非常に大事になってくるので、知事とか市長と首長とかね、市長とか、はいはい、あの町長とか、はいはい、だからそういう意味でもそのあの議員さんたちの、あの動きっていうのは大事になってくるので、そういう意味でも今後もね、引き続き田村さんにも頑張ってほしいなと、ね、はい、そうですね、はい、あの沖縄で政治に携わっている方々ですね、あの県議、町議、市議ですね、皆さんに頑張ってもらわないといけないことですよね。まあ、あのあれですね、あの首長のこの勉強会っていうのも必要じゃない、首長、そうですね、なんか首長というと首長首長、はいはい、すみません、こっちこうやってるので首長と聞こえて、首長ですね、そう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 、はい、
村長、村長ですね、はい、その人たちの勉強会ね、はい、必要ですよね。必要ですね。これもぜひ、はい、あれですね、もう10年以上前ですかね、うん、戦争体験をなさった沖縄の高齢者の方々が、なんか戦争のね足音が聞こえてくると、うんうん、しきりにおっしゃってたんですけど、うん、もう10年でですね、ここまで来たのかと思ってですね、なんか信じられない思い、もう絶対起きてほしくないし、うん、でしかし私たち市民の小さな力でどれだけのことができるのかと日々思いながらですよね、うん、市民の力は大きいですよね、はい、あそうです、はい、そんな風に悲観的にならないで前向きにですね、そうですね、はい、ということでぜひぜひもう頑張ってですね、はい、沖縄を二度と再び戦場にしない、はい、させない、はい、そしてこのような土地規制法を絶対廃止するぞという意気込みでですね、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、もうそろそろお時間になったと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、いいですか、はい、ありがとうございました。